はい、どうもこんばんは。2月26日金曜日夜9時を回りました。リビドタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントのジェニコでございます。はい、というわけでですね、いやー、はい、なんかヘロヘロですね。はい、そうですよ。私ね、明日ね、ライブなんですよ。明日で、はい、まあ、今日のうちに会場入りして、リハーサルをいろいろやりまして、はい、終わったとこなんですね。そうなんですね。はい、ね、はい、まあ、お疲れ様です。はい、はい、ね、はい、そんな感じでこうリアルタイムっぽく言ってますけど、まあ収録だから実際はまだ先の話なんだけどな。でも疲れてるのは変わらないのだよ。はい、うん、そうですね。で、はい、私今日なぜか東京からお送りしております。いやいや、本当ですよ。俺が東京にいるはずなのにさ、はい、あれ、はい、なんかあなたも東京におるの？手伝いに来なさいよみたいなことになってるんですけど。はい、そうです ね、はい、残念ながら、そうね、なんか東京と、はい、手伝いには行けないんですよ。本当だよ。なんでしょうね、東京、はい、東京と、東京の背景を背負っている人とでオンラインしてます。はい、ね、はい、というわけでですね、はい、先週と、はい、コンタ先生に来ていただきまして、はい、ね、はい、姉さんは先々週は、血まみれ欠席。さあ、そうですね、はい、本当にもうちょっと本当にね、前代未聞の血まみれな感じで。あ、それは大変ですな。はい、はい、ね、レベル5を超えたみたいな感じの血まみれでしたね。あ、それはご愁傷さまで。はいはいはい、はい、で先週はなんとかその血の池から這いずり出て、でもまあそれはそれでオンラインだったわけですけど、教室では私と、本田先生がという、はい、感じでございまして、はい、はい、で今週は、我々はライブなので、東京に前乗りしてリハーサル箱でやって、はい、ね、ということで、なぜか姉さんは、はい、オンラインですけど、あれ東京、はい、どこにあれ、はい、東京タワー的なものが見えますけどみたいな。はい、東京タワーでございます。はい、どこなんでしょうかね、本当にね、どこですかね。もうかなりの高層のとこですよね。結構ですよ、はい、これは、はい、どこなんですか、はい、山とか。いや違う、山じゃないかしら。いや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 、うん、はい、はい、うん、ね、ちょっと高いとこだじゃないですか ね、 いはい、はいはい、というわけでそんな感じでですね、お届けしようと思うわけですけど、はい、私この通り元気がございませんよ。はい、はい、もうそこに追い打ちかけたいと思います。やめてくれ。いや、私もなかなかね、体力戻らなくて大変なんですけど、なんとかから元気でここは乗り切らないとな感じですよ ね、 最近なんか占い師の人、はい、なんか人気みたいじゃないですか。なんかありがたいことに、本当にありがとうございますね。はい、いいことですよ、はい、本当にね、はいはいはい、ね、はい、まあそんなわけで、じゃあ今日も元気に行ってみようか。はい、この番組は台湾インターから車で5分、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日。この子はあれでは豚骨出すらしいんだよね。生きて食いて。豚骨？豚骨じゃない、豚骨、豚骨じゃないよ。何を言ってるんだろうな、はい、この人は。はいはい、次、はいはい、はい、地下鉄江東台公園駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中。オンラインレッスンもやってるよ。仙台の音楽教室ならロックンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、から元気、から元気、もう声はガラ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 ね、ですね、はい、ね、はいはい、よし、まあ大丈夫だ、なんとかなるさ、きっとね、うん、なんとかなるさ、なんとかなるさ。では一旦 CM です。
Music School。 はい、というわけでですね、さあ、はい、行くぞ、やるぞ、はい、やるぞ、はい、ね、ちなみにあれですかね、うん、いない人の運命とかも勝手にやっちゃったりとかしたら、うん、それはさ、どうしたらいいの、だどう選ん、きっとコンタ先生はこれを選ぶんじゃないかなっていう憶測のもと。ああ、憶測のもと。それで明日のライブの出来が決まってくるみたいな。マジで、それ憶測、うん、ここはなんか、うん、そう、一発ほら、ね、うん、勝手に決めてみたらいいんじゃない？はい、じゃあ、俺が決めればいいんだな、せな。そう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 、だって。じゃあ、ちょっと運命共同体なわけでしょ、あなたたち。いや、本当だよ、全く、もうちょっとじゃあ、ちょっと今、親分の気をちょっと受け取るからね、あとね、その選ぶ、ね。うん、そうしてください。はい。じゃあ、まずは。その前にタイトルコールをね、はい、エミリアさんにお願いしたいと思います。あいつ、俺、エミリアさん、あ、そっか、あいつ家にいるんだよな。そうなんだよな。エミリアタンを家からちょっと、おい、エミリアタン聞いてるか？にゃおい、エミリア。うわぁ、もう猫だか犬だかわからないですね。はい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 。にゃぁ、12号、せーの、こい、あれ、なんだっけ、週刊、うせぇ、梅、こらにゃ、寝てるとこ起こしやがって、この野郎。もう勝手に東京行けって、この野郎。ちゃんとトイレ掃除しろにゃ。バカ野郎、バカ野郎。はい。はい。あ、エミリアさん、はい、心の声な感じですね。いやそうです。勝手に行きやがってとか。うん。本当ね、世話をしろという。そりゃそうですよね。まあ、まあ、そりゃ、まあまあ、そうですよな。はい。はい、なん連れて行けばいいかったのに。ダメだよ、あんな、もう連れてったらもう大変だよ、もうあいつは、本当に、もうよ。もう。ギターで爪を研ぐ。研ぐよ。研ぎますよ、爪とか、牙研ぎます。噛むから、あいつ。ガチガチ。いいんじゃない？コンタ先生の、新しいギター。ね、として噛むよ、カリ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 、弦をね、カリ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 しました、あいつは。ね、なんか その現場を、うん、ご本人と共に生中継してほしかったな。ああ、そうですな、うん。果たしてエミリアタンを怒ることができるのか。あ、でもあいつな、人見知りだからな。でも陰でカリッカリッカリッカリやってるかもしれないな、と思いますな。うん。ね、はい、はい、まあまあそんなわけで、はい、じゃあ行ってみようじゃないの。はい、コンタ先生は何を選ぶのかもう決めた、勝手に、今ちょっと勝手に決めたんですか。今気を今受け取ってる最中だから。あ、受け取っている最中、いいよ、進めていいよ。はい、それでは、明日からですね。はい、あ、まあ、うん、コンタドールアイゼンライブの当日からの、はい、うわぁ、週刊運勢を、4つの動物さんの中からピンときた動物さんを選んでください。カメさん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん、さてどれだ？ああ、俺、うさぎで、親分、ゾウ。待って、アイゼン、うさぎ。アイゼン、うさぎ、親分、ゾウさん。うわ、ちょっとちょっとやったやったくそ、これやろ。この人気占い師が、くそ、これやろ。では、カメさんからいきますね。うん、カメさんを選んだあなた、いつもよりも細かいところに気を配ってみましょう。とても小さなサインだったり気づきがあるはずです。見えないところで起きていることにも敏感になってみてください。情報収集が鍵です。無難だ。カメさんは無難です。心身ともに滋養競争という意味でチョコレート色がラッキーカラーでございます。はい、なるほどね。はい。そして、パンダさん。うん、次、うん。パンダさんを選んだあなた。
噛み合っていなかった歯車が新たに噛み合い出す時です、過去にとらわれず今好きな人には誠実でいてください。そして、好奇心も抑え込まないでねということで、パンダさんは好奇心とかその恐れをなくすという意味でラッキーカラーレモンイエローとなっております。でどっちから行く？どっちもいいよ。うん、あでもねいいどっちもね、あ、うん、では勝手に選ばれてしまった近田先生そっち先行か。よし、はい、はい、勝手に選ばれてしまった、うん、ゾウさんを選んだコンタ先生、はい、選ばれてしまった、うん、はい、はい、うん、身近な人への感謝や愛情を存分に表現しましょうなるほど、うん、はい、うん、恥ずかしいとか察してくれではなくここはきっちりと、その分同じだけのものを受け取れるはずですので頑張ってくださいね。なるほど、うん、はい、うん、そして、はい、ラッキーカラーが、うん、明るく照らすという意味でホワイトとなっております。ステージ衣装ホワイトを今から変えてみたらどうですかねああじゃあ買いに行くか東京の、あ、白ね、うん、もう夜だからよ、うん、東京のドンキとかに買いに行くか。うん、ドッキーだったらね、白いじゃあ、うん、あの、スウェットの上下とか売ってると思うんで。スウェットがよ。しかもスウェットが。ああ、そうだな。何でもあるからな。コント先生サイズがあればいいですけどもね。はい。まあ、うん。はい。はい。よし。そして、うん、うさぎさんを選んだアイゼン君。さあ来い。さあ来い。はい。はい。暗闇で投げやりになっていたりしませんかそれいつもやねしますよね、うん、しますね、思いっきりしてますよね。おう、してますよ、はい、うん、あの夜が明けるのはもうすぐです。あ、本当？さあ明日なのか明後日なのか帰ってきてからなのかマジかな。どっちにしても新しいスタートに備えて心の準備をしておいてください。あ、なるほどね、はい、はい、はい、でね、ほんとね、朝ね、うん、早起きするといいことあるかもしれない。おー、ほう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 、うん、ラッキーカラーがですね、あの自分を守るという意味の、あの明け方の空の青。明け方の青ってどんな色なん？なんだちょっと、え、明け方の青、とにかくね、あ、朝ね、空が晴れてたらよし、俺は今日は大丈夫だ。雨とか降ったり雪とか降ったりしたらちょっとそんなそれは責任持てませんけれどもああじゃああれか、今日は早く寝て明日の朝で空を見上げろと、うん、朝空を見て、うん、青かったら、うん、よし、あ、もしもう雨降ってたら、うん、まあそれなりに頑張ってくださいああなるほどね、はい、もう早く開けてくれねえかな。まあ新しい、そうですね、新しいスタートに向けての、うん、あの明日が最終日になるかもしれませんダメだな、明日ダメだなそう本当にね、俺いやあれよ、今日リハ、今日は今日で、今日は今日でっていうか、あの、なんて言うんですか、リスナーの皆様的な今日ではなく、今喋ってる私の時間ですの、うんうん、ややこしいんですけど、はい、今日は仙台の方でね、まあ、リハーサルで、はい、なんかね、家でいろいろやってた時はね、あ、まあなんとかなりそうかなと思ったんだけどね、なんか、うん、いざリハでやるとね、結構スポンスポン抜けんだよね。うん、いやー困ったね、これね、全部同期にしたら、うん、いいや、この際、うん、いや今からちょっとどうにもならんしな、これな、うん、全部同期にしてみんな当て振りすればいいんだよ。それは楽でいいな、もう、あ、 そ、 その手が、うん、そりゃ楽でいいな、なんなら CD 流してしまえばいいんじゃないあかん、あかん、なんか真面目にやってるな、うん、俺な、うん、はい、そ、 そうですよ、うん、そんなわけで真面目にやりますからね、うん、明日はね、あの辺のあれですよ、はい、あの配信もあるけど、はい、ちゃんとライブ、ちゃんとライブやりますからね、そう、うん、やるんですよ。でもね、あの配信って客席にお客さんいないじゃん、うん、
あの反応がまるっきり、ちょっとはいるの？でもさ、本当にちょっとじゃん、うん、あの、なんていうの、うんと、配信の、なんか、ちょっと私苦手なんですけど、配信。配信上げてっぽいですな。はい、うん。苦手なんですけど、苦手なところは、あの、なんていうの、カメラの向こうで見ててくれる人がいるんだって思い込ませたとしても、うん、あの、反応がね、やっぱりリアルタイムじゃないので、うん、空気感が寒いんです。うん、え、いいじゃん。普通になんかあの、テレビの収録だと思えばいいじゃん。うん、そう思うようにしたんだけど。音楽番組の収録的な。うん、うん、うん。なんかそう、そういう風に持っていったんだけど、うん、なんかね、あの、なんちゅうの、そこでテンションをちゃんとマックスまで上げなきゃいけないのは分かっていたんですが、はい、どうもその、あの、なんちゅうの、うんと、まあ、いつも空回りなんですけど、空回りは慣れてるはずなんですが、うん、さらに、うん、なんか空回ってるような気がして、はい、まあそうですね。コデビルさんだと、はい、まあ特にそうかもしれないですね。まあ特にそうですね。はいはいはい、ね。だからなんか何を言っても全部独り言みたいなね。おお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 お。はい。そうね。まあ明日はいいですよ。どっちにしろあのたくさん喋る時間は明日取ってあるんでね。明日はあの親分と喋るんだ。喋ります。喋りますよ。あのしゃべりシーンとした空間で、うん、あの頑張ってあの滑っても分かんないから逆にいいかもしれないですね。ね、別にですね。あのほらだってほらあのラジオの収録だと思ってるんだからさ。ああ。うん、そうだよね。滑ったろうが何したろうがシーンとなったってシーンとなってるんだから気にならないですわよね。ならない大丈夫、うん、そんなことは大丈夫。そんなことはいいからフレーズが飛ばないでほしいとか口が止まないでほしいとかそっちでさ問題はな。もうね今から動機作った方がいいと思いますよ。オケの準備を本当にね、はい、まあね、うん、真面目にちゃんとライブやってますからね、うん、そんなね難しい曲ばり作るからダメなんと思いますよ。もっと分かりやすい曲をね作った方がいいじゃないんですかね。はい、まあそんなわけでですね、はい、そうか、うん、うさぎ、まあまあでもまあ晴れいずれよあれ開けるんだね、それね。開けるのよ。開けるのね。うん、もうすぐなのよ。だから悪くないのよ、みんな。じゃあいいか。いや、あのね、初めはね、亀だったんですけど、なんか、あの、亀さん？うさぎって聞いた瞬間に、いや、ちょっと待って、こっちだな、というふうに、ちょっとあの、くら替えをしたんですよ、私、さっき。はいはいはい。はい。うん、というわけだったんでね、うん、まあ。はい。じゃあ、あの、亀さんも気になっていたということは、うん、あの、そうね、細かいところに気を配りつつ、うん。ですね。なるほどね、うん、はい、はい、ということはやっぱりオケ作れってことなんじゃないかな。ああもうダメだよ。だってほら今日早く寝て明日これ朝は起きなきゃねんでしょうよ。うん、そうなの、ね、朝のお空をちゃんと見てください。見ないといけないからね。明日あれ天気どうなんだろうな、うん、ね、うん、はい、というね話をしておりますけど、まあでもまあ収録している今は、まあ、まだ数日前なんでこんなこと言ってながら実はなんかいろんなまた地震が来て東京に実は行けなくなりましたとか。いやちょっと縁起でもないからやめなさい。そういうのは本当にもうね、腰抜けるんだからやめてちょうだい。ね、腰だ俺もうそう腰もね。腰どうなったの？そういえば今多少だいぶマシにはなりましたけどね。うん、まあちょっとやっぱね、なかなかまだ油断禁物ですよ。ならぬ、うん、はい、ちょっとあピキッピカッと危ないみたいなのがまだ続いてるしね、はい、そう、あと前から言ってるね、膝もねなんかねやっぱダメだ、日に日に。そう、なんか腰と膝って本当コントロイチンとかコージュンとか飲んだ方がいいんじゃない？どうなんだ、わかんない。でも膝はわかんない。ほんとそうかも。うん、だからさ、もうさ左、プロテインだけじゃ補いきれないんだよ、きっと軟骨を。軟骨はね、うん。そう、これだって軟骨なってるおつはもだってなんか、
立ち上がるとき 毎回ね、昔は全然なかったんだけど、なんかいつからこうなったのか分かんないけど、はい、ここ半年か1年ぐらいか立ち上がるときに必ずペキッペキッって絶対なるんだよね。で、まあなんかペキペキうるせえなってだけ思ってたら、なんか普通になんか最近ちょっと微妙に痛くなってきて、でもそれ私もね昔ありました。で、年のせいかなとか思ってたけど、うん、知らない間に今膝は大丈夫かな。あ、そう。いいんじゃ。だって年とともにだったら多分、うん、ほら女の人の方が骨密度とかいろいろほらなんか。うん、やばくなるって言うじゃん。そうですな。だけど膝の痛みはしかもその当時よりも、うん、キロ増えているから、逆に足の裏がね、うん、最近体重支えきれないっつって足の裏とかがすごく なんか痛いんですけど、膝の痛みは本当にここ多分仙台来てからだから、あ、そう、10年くらいで、うん、良くなってる。逆に今ないです。だから年のせいとも限りません。なんだろうね、なんだろうね、左膝のペキペキが、うん、私多分チャーリーのせいだったかなってぐらいしか思えないんですけど、うん、まあいいや、うん、とりあえずとっとと開けてくださいということですよ。そうですね。ね、うん、はい。とにかく、そうそうそう。心の準備はしておいてください。はい。よし、早く寝るぞ。うん、はい、はい、あ。というわけで、時間がもうぼちぼちあれになってきた。結構な時間。結構な時間ですね。なんか、曲とかかけなくていいの、うん、そんなね、もうねえよ。うん、あと5分もね。はい、一旦CMでーす。はい、ってなわけでですね、やってまいりました、はい。果たして私の夜は明けるのでしょうかということでですね。明けるのでしょうか、ね、明日晴れだといいですね。いいですよね。はい。はい、なわけで明日は、そうだ、何も言ってなかったですけど、先週、先々週も言ってましたけど、はい、MZ 東京、はい、でですね、やっております。配信もやってるんで、世界中どこからでも見れるらしいよ。はい、はい、27日土曜日4時半とかかな、夕方ね。はい。早い時間ですよね。早い時間ですね。結構たっぷりめに、はい、やっております。はい。詳細はですね、はい、MZ 東京、MZES 東京、で、検索していただくと、そこからいろいろ、見れますので。はい、はい、そこで、見たい方はぜひ見てください。今裏で流れてる曲とかやりますから。はい。はい。はい。で、あれだよね。っていうことは、この動画も、うん、多分、うん、先に公開になっちゃってる感じだよね。ああ、そうですね。土曜日、そうですね。やれないですもんね。そうですね。ということは、うん、うん、動画の最後、うん、続きはウェブでの最後の方に、フライヤーを貼っつけときますので、そこから、はい、QR とかで、はい、配信のチケットをお買い求めください。はい、ください。はい。よろしくお願いします。はい。はい、よし。これでもう寝るぞ。早く寝て、早く起きて、早く朝、はい、いや空を見なければならぬ。そうしてちょうだいね。うん、はい。晴れんのかな、雪だったらどうしよう。うん、雪だったらほら、ホワイトの人がいるからいいんじゃない。ああ、そうだな。そうか。うん、コンタさん、ちょっとドンキッコンタ先生がなんとかしてくれるって。白いスウェットで。スウェットね。そう。はい。はい、まあそんなわけで、はい。じゃあ、行ってみましょうか。はい、はい。はい。この番組は、台湾インターから車で5分、ミシュランガイドにも載っている、メンハウス木漏れ日。食べたい。はい。とんかつ、じゃなくて、とんこつ。うん。はい。はい。うん。
地下鉄高等大公園駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中。オンラインレッスンもやってるよ。仙台の音楽教室なら、ロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。だんだん気が抜けてまいりましたな。うん、はい、なんか声を張るのがちょっと辛くなってきましたはい、というわけで、はいはい、今日は、元気のない人たちがから元気でお送りいたしました。はい、はい、さあ、夜は明けるのでしょうか。明日のライブは無事なんとかなるのでしょうか、はい、こうご期待でございます。頑張ってね、はい、頑張ってまいります、はいね、じゃあこんなとこでいきますか。来週はどうなるんでしょうかね。はい、はい、3月ですしね。3月、あ、はい、そうだ、3月ね、俺ちょっとね、松の方で一個も今度は普通にちょっとあのライブがピンで。あ、そうなの、まあ、ピンで、うん、あのピン芸人として、ピン芸人、うん、そう、まあちょっと、うん、その辺もなんかちょっと一回やるかもしれないんで、まあまあまあおいおいです。はいはい、はい、ということで、もろもろお楽しみということです。はい、それでは皆様、よいしょ、松尾、お過ごしください。また来週、バイバイ、バイバイ。